アプリシエイ高梨いつきです。フェリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が自己肯定して自己重要ができ、周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったらすみません。1月27日金曜日のダイジェストです。27日の午前中はルーティンと買い物、午後はまた別の買い物に出かけて1回戻ってですね、また出かけて、あと、いろいろな手続きと、それからデジエット、そうです、もう1回出かけましたね。それをなぜ出かけたかというと、スマホのデビット機能っていうのを試したくて出てきました。で、夜はルーティンとデジエを書きました。タイムラインは LINE ブログに上げていますので、ぜひぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、赤色ストレッチ、筋トレ、目の運動、ウォーキングが6574歩、なんかもうずっと2000歩3000歩っていう日が続いていて、わざと、買い物の場所を分けて、あちこちに行って、建物の上から下まで歩くみたいな感じで、歩数を増やしてきました。たくさん歩くととても気持ちがいいです。ユートレさんとマリネスさんで運動をしました。黄色のアイビスペイントが3回書き直しましたね。はい。で、動画編集とブログ、黄緑色の拡散が保護者様と LINE、 同級生とメール、お友達に届け物をしました。 Twitter、Facebook、YouTube、ノート、ホームページ、アメーバ、ブロガーでシェアをして LINE ブログに日記のタイムラインを上げています。緑色がお休みで、水色が計画と座教室のお写真、青色が暗記暗唱、紫色がタロットカードを引いて、石井ゆかりさんのデイリー占いを読みました。ピンク色がメイク、フェイスマスク、オーラルケア、身だしなみを整え、誰かを褒め、感謝を捧げ、自分を愛して褒めました。薄だいだい色が皿洗い、洗濯、整理、お風呂、薬を飲むのとサプリを飲むの、寝る前の整理整頓までできています。黄土色の買い物が3箇所、3回出かけて、もうちょっとあちこち行きましたね。両学長さんのライブと動画と、もう1回ライブ、夜のライブもあったので、そちらも聞きました。茶色が漫画、黒色が好奇心を満たす実験をするということで、スマホのデビットを試しました。あと手続き、調べ物、日めくり、白が浄化のりとお経を、六方杯、ポジティブワードの音読、お祈り、金剛院さんで読経をしました。今日は何色の才能を集中的に育てたかということですが、アイビスペイントで先生術の図を描いて黄色のクリエイターの才能を育てました。住民税の手続きやスマホデビットの申し込みをして、灰色の職人の才能を育てました。今日の自分観察ということで、昨日ゆべですね、遅くに今日の分の動画をアップしてしまったので、朝から、さて今日は何からやろうかっていう感じで気合が入ってとっても良かったです。届け物をして、家の壊れた設備も交換して、手続きもして、先週から今週にかけて勉強したことをデジタルデータにしていました。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はおしも、イラストはおきそ、文とナレーションは高梨いつきでお送りしました。最後の言葉いきます。自分の人生は自分のもの、人にも社会にも支配されない、人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、
この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今はの際まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから。神様と皆様に感謝します。I appreciate. じゃあまたね。バイバイ。